続きまして、日本政策金融公庫様もあの、いろんな融資の面を含めて、連携させていただいていますので、ご説明いただければと思います。お願いします。はい、ご紹介いただきました、日本政策金融公庫の前田と申します。短い時間ですけども、よろしくお願いいたします。えっと、我々ですね、えー、日本政策金融公庫は、えー、事業者様向け、えー、制度融資を扱う、えー、政府系の金融機関となっております。で私が所属する、えー、農林水産事業は、 農林漁業者向けの制度融資に加えて、えー、国産の農水産物を扱う、えー、食品製造業者の方々に向けても、えー、制度融資を取り扱わせていただいているところでございます。で、私ども、えー、海外展開について今取り組んでおり、おるところですけども、えーまあ、海外展開も含めてですね、まあ、ビジネスマッチングなどの経営支援サービスや アグリフードエクスポといって、ですね東京の、えー、今年は、えー、夏に、ですね東京のビッグサイトで、えー、国内最大級の農水産物の商談会をさせていただいて、その中で、えー、輸出展開あ海外展開というところでですね、えー、ブースを設けてマッチングをさせていただいたり、えー、その他にですね情報提供などもさせていただくなど、えー、支援をさせていただいております。またですね えー、一番左側になりますけれどもトライアル輸出支援事業といって、えー、これから輸出に取り組む事業者様向けに並行、えー、と、えー、貿易商社様とですね連携させていただいて、えー、輸出のこうトライアルですね、まあ、一連の輸出の動きというものを体験していただいて、えー、商材をですね海外で、えー、持って行っていただいてその先方の、えー ニーズ等ですね、聞き取ったりするなどでフィードバックさせていただいて、えー、輸出の一連の動きを経験していただくようなですね、形を取るような、えー、支援事業も行っております。で、私ども、えー、有識官になりますので、えー、そこにいらっしゃる行政の方々とかですね、あとは貿易商社の方々と連携をさせていただいて、各あの海外展開の、えー、各段階にある、えー、事業者様向けにですね、 いろんなサービスをさせていただいております。資金のペーパーをちょっと準備してたんですけども、ちょっと、えっと、スライドがいかない。 ちょっとすいません。えっと、スライドが、えっと、ちょっとすいません。こちらの不手際でですね、準備できてなかったんですけども、海外展開向けの資金をですね、今取り扱わせていただいてまして、対象としてはですね、輸出をするための設備投資とかですね、長期運転資金が必要になるケースにおいて、ご相談をいただくような形で扱わせていただいております。 でこちらの方はです、ね、えっと法律に基づいて扱わせていただいてますので輸出事業計画というですね農政局様に認定していただく計画を作成させていただいたお客様に対してですね融資をさせていただくという形です。でこの輸出事業計画についてはですね、えっと、内容としては輸出先国とかですね実施機関とか そこに対するですね投資計画とかをですね載せていただいてそれを農政局様に認定していただいてその計画に基づいてですね投資計画を行うところで公古資金を扱ってもらうというような立て付けになっておりましてその計画の作成についてもですね閉庫で作成のサポートをさせていただきながら農政局様と日常的にですね 連携させていただいて、情報交換させていただきながら、ですねやらせていただいておりますので、ぜひ輸出、海外展開に、えー、を計画される、事業を計画される場合は、ですねぜひ一度、ですねご相談いただければと思っております。い、えー、からの説明は以上になりりまますありがとうございました